さあ、終わりかなこれで。あ、なんかやってる。なんだ？あ、漁してる。漁してんのかな。よーし、網を、あ、なんか普通になんか出てきた。あ、魚が、魚がリアル。あ、なんだ？なんだこの石の、なん、え？なんか石板出てきたよ。おやさん、これってお前たちが集めていたとは違うみたいだな。これであれなのか？最後の石、ん？でも違う。ん？地図じゃなくて文字が彫られてるぞ。何やに？信頼なる青さんへ。信頼なる青さんへ。どういうこと？信頼、信愛なる青さんへ。俺は今、ユバールの民の、うわ、なんか、おぉ！ライラチを旅をしてる。お前たちと別れて一体、どれぐらい経ったのか。あのヒーロー、ジャンの姿をぶつけしたわ。ジャンが、俺はユバールの守り手としてライラと結婚した。ええー、もし、これを、お前が見つけることがあったら、お前たちに伝えてほしい。キーハは元気でやっていると、うわ、鳥肌やば。そして、青さん、どんなに離れてても俺たち、友達だよな。じゃあ、帰ってこいよ、キーハ。すごい、なんだこれ。どういう類の終わりこれ。何これ何なのこれ。あ、終わりだ。あ、終わっちゃった。終わりこれで。はい、ということで、うすげえ。何なのあれ。何あの石板の手紙。杉田さん喋んのかな喋んのかな。嘆きに沈む者よ。かつてこの部屋に刻まれた面影を月の光のもと再び蘇らせよ。いいね、いい声だ、いい声だ。喋んのかな声だ。ボイス好きなのかな。ここはちょっと思ったよりね、年いってないんだよね。これがまたもっとおっさんなんかなと思ったら若いっていうね。これは夢？幻？いや違う違う、覚えている。これは君は来たの、あなた。あ、喋る。どうしたの、あなた。シセル。涙か汗だかわからない。会いたかった。あれから2年、ずっと君のことばかり考えていたんだ。君が死んでから。まだ今朝のお触れのことを気にしているの？大丈夫、あなたの判断は正しいわ。あれ森島先輩。違ったけどごめんだけど、あれ、あなたは優しすぎるのね。でも時には厳しい決断も必要。王様なんですもの。みんなあなたを信じてる。あなたがちゃんとしなくちゃ。アスカンタはあなたの国ですもの。あ、なんかいい声もいいし、またこのね、なんかケツをこう叩く感じの奥さん、素晴らしいね。ねえねえ聞いて、宿屋の犬に子犬が生まれたのよ。私たちに名前をつけてほしいって。あれは僕。そうだ、覚えてる。一昨年の春だ。だがこれは過去の記憶。宿屋に子犬が。君は何かいい名前を考えてるんじゃないかい。私のは秘密。どうして。君が考えついたのならその名前がいいよ。教えてくれ。あなただってちゃんと思いついたんでしょ、子犬の名前。なんかいいね、なんかいいね。ちょっと声がちょっとセクシーすぎて、またたまらんなこれ。たまらんなこれ。でもそれじゃあ君が。バカね、パパ。あなたが決めた名前が世界中で一番いいに決まってるわ。
私の王様、自分の思う通りにしていいのよ。あなたは賢くて優しい人。こんな奥さん死んだら、いやもう引きずるわ、引きずるわな。私が考えてたのは、あなたが決めた名前にしようって。いやそれだけよ。いやー、なんだこれ。あ、それはへこむわ、これはへこむわ。そうだ、彼女はいつだってああして僕を励ましていてくれた。これないんだったら、ここにあの亡くなった方がこう立っとんねやろな、多分。ないはないんだったらね、シセル伝えてってね。君はどうしてだよね、シセル。どうして君はそんなに強いんだい。ここのイベントいいわ、大好きだわ。ここお母様がいるからよ。母上だって、君の母上はずいぶん前に亡くなったと。私も本当は弱虫でダメな子だったの。いつもお母様に励まされてた。お母様が亡くなって悲しくて寂しくて、私が弱虫に戻ったらお母様は本当にいなくなってしまう。お母様が最初からいなかったのと同じことになってしまうわって。あ、ちょっといいわ、ちょっと感動するよね。ここの子やっぱこのイベントいいよね。励まされた言葉、お母さん、そうすれば、あ、ごめんなさい。私の中にお母様はいつまでも生きてるの。ずっとずっと杉田さんが後ろで弾いてる。弾いてるが、すいません、超いい人じゃん。ずっと弾いてたけど。シセル、僕も君のように。ねえ、テラスへ出ない？今日はいい天気ですもの。きっと風が気持ちいいわね。ねの、やっぱプロだね。ねの言い方やっぱ違う、俺じゃできないもんね。ね、あ、違う、出し方間違えた。違う、出し方間違えた今。ほら、あなたの国がすっかり見渡せるわ、アバン。アスカンタは美しい国ね。ああ、そうだね。シセル、そうだね。魔物いっぱいいるけどね、襲ってくっからな、あいつら。走って追いかけてくるけどな。私の王様、みんなが笑って暮らせるように、あなたが。なんちゅう王妃なんよこれ、めちゃめちゃいいよね。あー、超良い子あった、これ。ここの話いいよね、めちゃくちゃこれいいよね。覚えてるよ、君が教えてくれたこと、すべて僕の胸の中に生きてる。すまないシセル、やっと目が覚めた。ずっと心配をかけてごめん。もう本当目頭熱くなるわ、マジ目頭熱くなってきたわ。あー、いい、あー、ここのいいね、このイベント超いいや、すっげー好きだわ、感動するわこれ、こう感動するわ。長い長い悪夢からようやく目が覚めたんだ。あー、パパン頑張れ、パパン。かっこいい。よく見るとさ、全部一気に上がってないんだね。やっぱりこう人力じゃん。なんかわかるわかる。自動じゃないからさ、よく見ると全部同じ一気に下がってないのが、ちょっと手込んでるよね。あれもシューってすごいなと思った。これはいいわ。さあ、次は何だい？さあ、モリーの前に行くかじゃ。次はモリーだったっけ？出ちゃう？次、モリーボイス来ちゃう？また楽しみが出ちゃう？シセルが僕に教えてくれたこと、
もう二度と忘れはしまい。夢のような出来事だが、僕は信じます。ありがとう、ありがとう。皆さんとキラのおかげで僕はようやく長い悪夢から覚めた。これからは王の務めに励みます。本当にありがとう。もしこの先何か困ったことがあったらいつでも言ってください。これフラグだったね。これがそういうことだったね。必ずその時は僕があなた方の力になります。約束します。必ずお役に立ちましょう。では皆さん、どうぞこれからの旅もお気をつけて。またよかった。いや、ここのイベントよかった。ボイスゲート、またちょっと感動、いや、ボイスゲートの方が感動できるね、ここのイベントは特に。あ、なんかあった。よいしょ、これか。なんか神殿跡みたいな。あ、なんかあった。あ、宝箱がある。ここか。川の腰巻き。あ、なんか、なんだこの剣。な、鉛のように重い。しかしもう少し頑張ればなんとか引き出せそう。あ、天空の剣だ。やべ、鳥肌が出た。え、こんな序盤に天空の剣だ。天空シリーズはだ、あるんだね。やっぱあるんだね。それはあるけど、剣を持つ手にこれ以上力が入らず、体が鉛のように重くなった。え、アオさんは天空の剣を装備できそうにない。袋に入れたって。え、なんで。え、なんで。お鍋の蓋。え、なんで。レベルが足りないとか、レベル制じゃないもんね、別にね。装備装備ことができないって、今まで弱いからとか、そういうこと。あ、パパさんの手紙が入っていた。青さんはパパさんの手紙を読み始めた。青さんよ、お前はこの手紙を読んでいるということは、何らかの理由で私はもうこのお前のそばにはいないのだろう。あ、式を見取ったりとか、なんかあれか、一応衣装的なものを書いてたってこと。何か知ってるってこと。何なの。すでに知ってるかもしれない。私はん邪悪な手にさらわれた妻のマーサの助けるための旅をしてる。やっぱそうなんだね、探してるってそういうことか。私の妻、お前の母にはとても不思議な力があった。私にはよくわからぬが、その能力は、魔界にも通じる。魔界っていうのがあるのか。多分妻はその能力ゆえに魔界に行かなきゃいけないってこと。青さんよ、伝説の勇者を探すのだ。探すのだ。私の調べた限り、魔界に入り邪悪の手から妻を取り戻せるのは、天空の武器と防具を身につけた勇者だけなのだ。私は世界中を旅して天空の剣を見つけることができた。しかし今未だ伝説の勇者。え、ってことは何。え、青さん勇者じゃないの。レベルが足りないとかそういうこと、資格がないとかそういうこと。青さんよ、残りの防具を探し出し勇者を見つけ、そして我が妻マーサを救い出すのだ。私はお前を信じてる。頼んだぞ青さん。え、天空の剣ってさ、天空人じゃないと装備できなかったじゃん、4でだったよね。でも天空人が全員勇者なわけではなかったじゃん。だよね、そうだよね、そういうことだよね。でも4だと天空人とキコリが結婚した子供が勇者になったんだよね。ってことは青さんは天空人の血を引いてないってことなのか。ん、マーサさんは特別な力があるけど天空人ではないのか。んちょっとわかんねえな。ってことは勇者を探せっつってるけど、魔界に天空の剣、伝説の勇者が全く途方もない。本当だわ、いきなりは。こんな序盤にこんなに立て続けに何か来ると思わなかったわ。読んだからね、天空の防具と勇者ってことは、こっから天空の防具と勇者を探すのか。いや面白いな。とりあえず天空の剣を持っていくんだら持っていきましょう。持っては行くよね、持ってたよね、持ってるもんね。天空の剣、これがないと天空に城に行けなかったんだよね。塔が登れなかったんだもんね、方でね。さあ、ということで、いやーちょっとなんかもういろんなものが出てきちゃって
超面白いんですけどさあ、ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そしてですね高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。